ジェレミー・バレットはアメリカ合衆国出身の男性元フィギュアスケート選手。パートナーはケイディ・デニーなど。2010年バンクーバーオリンピックアメリカ代表。2010年全米フィギュアスケート選手権優勝。1984年アメリカ合衆国フロリダ州、サラ・ソータ生まれ。8歳でスケートを始める。ペア競技では最初に妹のショーン・マリーと 組2001年まで国内大会に出場していた。2001年に8歳年下のシャンタル・ジョーダンとペアを結成し2004年全米選手権、ジュニアクラスで優勝するまでになったが、国際大会にはそれぞれの年齢制限により、ジュニアクラスにもシニアクラスにも出場できなかった。2005年のフランス選手権にオープン参加し1位の記録を残したものの、全米選手権、 シニアクラスでは上位に入ることができず2006年にペアを解散した。バレットが22歳の2006年に当時13歳の KD デニーと組んだが選手権には出場することなくデニー15歳で再結成した2008年にアメリカ国内の地域選手権から全米選手権に E まで駆け上がり世界選手権出場も果たした。2011年引退を発表引退後はコーチとして 活動をしており、イギリスのペア、ステイシー・ャンプ、デビット・キング組を指導。ありがとうございます。